はいどうも、フメレオです。今回ですけど、星の女神ブルーフェアリーリアルなコイン稼ぎやっていきたいなと思います。ということで、明日ですね、初復活になりますが、まあ、このつむね、コイン稼ぎ力が半端ないということで、まあ、その強さをお見せできたらなと思っております。でね、これね、まあ、実は音声は後撮りになります。っていうのもね、まあ、これ一発撮りに連続プレイの撮影したんすよ。マイク入ってなかったということでちょっと、はい、そんな感じで、まあ一応ちゃんとリアルなコイン稼ぎ にはなっております。でね、まあこのツム本当難しくて、俺はまあ苦手な部類になるんですけど、まあ、それでもね強いっす。で、一応ね、このプレイはですね、8000枚以上を目標に掲げてですね、プレイしてますんで、皆さん応援しながら最後まで見てください。はい、ちなみに2プレイ目結構良かったんで、2プレイ目はねちょっと見てほしいな。個人的にいいプレイだったと思うんだよな。はい、ということでぜひ見ていってください。で、このツムね、スキルマックスも強いんだけど、スキル1からもねかなり強くておすすめです。ただクソ難しいっていうのだけ、まあ、認識しておいてですね、まあ、これ見てですね、まあまあこれぐらいだったら使えそうだなっていう方はですね、まあ母体確保はしておいていいんじゃないかなと思います。はい。で、スキルマはね、まあ基本的には天井下心マストになります。はい、そこできないとちょっとね効率が、はい、悪くなってしまうんで、だいぶそこは重要かなと思います。で、スキル解説なんですけど、まあ、このツムは、まあ、ボム初動にボムがですね、一種類のツムがボムに変化します。で、そのボムは連動して消去してくれるんで、まあ、つながれば全消去とかもいけちゃいますよという、そんなスキルですね。で、スキル発動後、まあ、ボム出た後はですね、効果時間7秒間になるんですけど、チェーン数に応じて、ボムが、出ます。3チェーンからボムが出て、チェーン数に応じて消去数が変わるという、まあ、そんなちょっと特殊なスキルになってます。そんなスキルなんですけどね、まあ、このツムはまあ、骸骨ムニエルとかブルーフェアリーと同じようなスキルなんですけど、星の女神ブルーフェアリーに関してはですね、1種類のツムが効果時間中はなくなるので、まあ、その点においてロングチェーンはねしやすくなってると、一応ねっていうところはあるので、そこはね、はい、おすすめです。それでもむずいっすけどね。ということで、ワンプレイ7866枚、うん、残念。ただ2プレイ目見てほしいっていうところでございます。でさ、こういうなんだろう、周りのツム消す系って言ったらあれなんですけど、まあ、ユキエルとかマレフィセントとかのスキル発動数と比べてね、このブルーフェアリーはねちょっと重いんですよ。22なんですよ、スキルまでも。そこがねちょっと初動大変だなと思います。19だったらよかったのになと思うんですけど、そう、スキルが発動してしまえばね、まあある程度スキルもあるんで、あんまなんですけど、そう、スキル発動、初動のスキル発動までがちょっと大変かなという、まあ印象があります。そうですね。まああとはちょっとノーアイテムで使う分には、まあかなりストレスがあるので、まあそこはちょっと期待できないかなと思います。でも毎回ほぼほぼもう全消去、まあ、40消去以上出せるようなそんな性能なんで、やっぱ強いっすよね。気持ちいい、気持ちいいけど難しいんだよな、マジで。気持ちいいんですけど難しいんですよね。どうですか、まあ皆さん持ってる方は使いこなせてますか。で、一つコツなんですけど、これスキル中は、まあ、
キル中というかボムの消去はスキルゲージがね反映されないんですよ。まあされるんですけどめちゃくちゃ少なくて、なのでスキル中もですね、まあ、ボムでスキルゲージを貯めるんじゃなくてチェーンでスキルゲージ貯めていかないとスキルが回らないんで、そこはね一つ覚えた方がいいです。なのでスキル中はもうできればブルーフェアリーをロンチェしておくといいです。なので自分結構ねブルーフェアリーをキャッチしに行ってると思います。そこをねちょっと確認してもらえたらなと思います。基本的にほらブルーフェアリーになっていってるでしょう。スキルゲージがもう溜まってたらまあそんなことは意識しなくてもいいんだけど、溜まってないとねちょっとねほらチェーンできないのに行ってるよね。ほら8300枚いいんちゃいますの。結構いいっすよね。俺にしてはね、俺にしては8800枚というところで、いやーやっぱ強いっすね。ワンプレイがもう3分以下なんですよ。それがマジで強い。でユキエルとかもさ3分ぐらいかかるやんワンプレイ。それよりかもワンプレイが短いんですよね、俺が使った場合はね。なので効率はねマジで強いです。もうこれで本当に万枚弱とかもう8000枚とか9000枚平均出せればもうガチで強いですよね。で自分は今回まあ7800の8800なんでまあ8300枚ぐらいかな平均で言うと、まあ、これちょっとねずっと使ってないとここまでの平均は出せないかなと思います。多分2プレイ目はちょっと上振れてると思うんで、まあ、実際も8000いくかいかないかぐらいの平均値にはなると思うんですけど、まあ、ずっと使ってれば多分そこまでは伸びるんじゃないかなっていうところはあります。はい、っていうところでまあそんな感じですね。まあコツとしては毎つも基本的にはチェーンしていくと、まあ、スキルが回りますよというところと、天井消しですね、そこはちょっとマストになってくるかなと思うんで、そこを意識してねプレイしていただければ結構ね伸びてくるんじゃないかなと、コイン稼ぎ伸びてくるんじゃないかなと思います。ちなみにスコアもねまあ見てもらったら分かるんですけど4000万確か出てましたよね。なんでまあユキエルとかだと4000万とかなかなか出ないけど、星の女神ブルーフェアリーはね出ちゃうんですよという感じで、あ以上で終わりたいと思います。バイ。